ちは、授業準備 TV のゆめのんです。4月から初めて先生になる皆さん、今のうちに何を準備しておけばよいのか、何があると便利なのか悩んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。そこで今回は、初任者の先生におすすめのアイテムシリーズ第2弾、教室に置いておきたいアイテム10選をお届けします。前回の必見アイテム編は概要欄からチェックしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録をお忘れなくお願いします。教室に置いておきたいアイテム10選、その1はスタンプ。先日紹介した先生のおすすめアイテムランキングでランクインしていた定番のアイテムです。使い勝手の良いポイントは3つ。1、見ましたや、よくできましたなど使いやすいコメントが入っているもの。2、浸透印だとさっと押せて便利です。そしてその3、ノート用や音読カード用など使い分けができるように大小様々なサイズがあるとグッドだそうです。お気に入りのキャラクターやデザインのものを探してみてください。その2、シール。先生お気に入りのキャラクターシールなどを用意しておくと、とっておきのタイミングで使うことができます。普段使いをする際には、普通の丸シールにニコニコマークを書いてオリジナルシールにするのもおすすめだそうです。丸シールなどは学校でまとめて購入しているケースもあるので、確認してから揃えてみてください。その3、マグネット。学校や教室ですでに用意されていることも多いようですが、数を多めに用意しておくと、教材提示の際に大活躍します。子供たちの作品を掲示したりするための画用紙など重めの紙もしっかり留まる磁力が強めのタイプ、棒状のタイプなどがあるといいそうです。その4、タイマー。子供が活動に取り組む際、時間の目安となるのがタイマー。ミニテスト、レク、話し合いなど1時間を区切って取り組む場面は多いため、子供たち自身に時間を意識させるためにもあると便利です。文字盤がなるべく大きめのものを使うと、子供たちも見えやすく使いやすいようです。その後、指し棒。子供たちが発表するときに持たせると、たちまち意欲的になるとおすすめのアイテムとして上がりました。また、聞いている人のことを考え、体の向きを意識させる指導にも役に立つということです。投影機をたくさん使う先生は、示したい場所が影になりにくいので、先生自身も愛用しているという声も多くありました。その6、面白グッズ。正解発表に使える丸バツピンポンブー。発表者に注目させることができるおもちゃのマイクなど、お楽しみ会や発表の場面などで楽しく役立つアイテムも上がりました。100円ショップなどを覗いてみて、気になるものがあればゲットしておくのも良さそうです。その7、ミニホワイトボード。授業中、子どもたちに意見や考えを発表させる場面は多くあります。一人一人が口頭で発表する以外に、考えを書いてもらい、黒板に貼って共有するという方法をとっている先生も多くいらっしゃいました。板書とは違い、場所を入れ替えたり、似ている考えをまとめるために移動したりできるのも便利なポイントです。黒板に貼ることを考えると、A4 サイズ程度がちょうどいいようです。普通紙や画用紙をラミネートして代用もできるそうです。クラスの状況に合わせて準備してみるといいですね。その8、長い黒板消し。黒板消しというと、一般的には20センチ程度のサイズのものを思い浮かべますよね。先生方によると、なんとこの倍のサイズの黒板消しもあるとのことです。一気に消せるので、消し跡も少なくなり、黒板が綺麗に保てる、子供でも高いところまで届き消しやすいなどの声が寄せられました。通常サイズに加え、1個あると使い勝手が良さそうです。その9、筆箱セット。鉛筆、定規、赤青鉛筆など、子供たちが持っているものと同じセットを1つ用意しておくと便利です。低学年の場合には、筆箱の使い方や机の上の物の置き方を伝えるために役立ちますし、もし忘れてしまった人がいた場合には、そのまま貸し出しができるため、準備しておくと慌てずに済みそうです。その10、Bluetooth スピーカー。1人1台端末の配備が進み、授業の中でタブレットを使う場面も増えてきている現在。タブレット経由で曲や動画を流す際、また体育などで音楽を流す際に重宝していますという声が多くありました。ただし、 PC 周辺機器などは学校で使用のルールが定められている場合もあるため、確認をしてから準備していきましょう。
今回は教室に置いておきたいアイテム10選をお届けしました。中には備品で学校で使えるものもありそうですので、赴任先の先生方に相談の上、必要そうなアイテムから準備してみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。